シャル検査やる予定なんですけれども、以前にも増して、韓国もやはり増えてきたので、このような感じで列が長い列ができております。これに高速ターミナルもクローズになってしまったので、非常に大変な状況になっております。1時間以上はかかりそうな雰囲気ですね。最近はですね、この QR コードで何かの書類を作成してからできるみたいです。こういう感じで結構人が多いかなと思います。こういう感じで PCR 検査30分前後で終わりましたね。それでは明日以降、陰性の結果が来るのをご期待です。それではいってらっしゃい。